今日、明日と3日間、この神戸では素晴らしいイベントが開かれているんですね。078という、クロスメディアのイベントなんですが、インタラクティブ部門、誰でも輝いて活躍できる町神戸を目指して挑戦する女性、チャレンジドの力が社会を変える、未来を切り開く、これが今から皆様に聞いていただくシンポジウムでございます。今日のご案内をさせていただきます、ラジオ関西パーソナリティの増井貴子です。どうぞよろしくお願いいたします。今本当にあの日本というのは急激な人口の減少、そして高齢化、グローバル化、それから AI を中心とした技術革新の加速化など、本当にあの大きく社会が変わってきていますよね。そんな中で多様な人材の能力、創造性を生かして共同によってさまざまなアイデアをトライアンドエラーで実践していくことが地域社会の活性化、ひいては日本の最高の鍵と言われています。一方、神戸という町は人の多様性、創造性と社会の開放性、寛容性という価値観を大切にしながら、未曾有の災害であった、戦災、そして阪神・淡路大震災、こういったものを乗り越えて発展し進化してきました。東京オリンピック・パラリンピック2020に向けて、ますますユニバーサル社会の実現がより明確になりつつある中で、働き方改革も背景に、今日は多様性の一つである女性の活躍、チャレンジドの活躍という視点を通して、神戸から未来に向けてユニバーサルな社会のありようを考える市民ミーティングとして開催したいと思います。それでは会議に先立ちまして、078名誉実行委員長であります久本喜蔵よりご挨拶をさせていただきます。久本名誉実行委員長、よろしくお願いいたします。こんにちは、久本喜蔵です。神戸市は若者に選ばれる街、誰もが活躍できる街を目指したビジョンを作りました。そして去年からこのクロスメディアイベント078をスタートさせました。若者の皆さんの主体的なアイデアでいろんなこと、面白いことをやってみよう、民間の皆さん、アカデミックの皆さん、行政がタッグを組んでスタートして2年目ということになります。そして今日はその一環としてこのシンポジウムを開催いたしましたところ、たくさんの皆さんにご参加をいただきましてありがとうございます。今日は神戸市の市政運営に力強いご支援をいただいております野田聖子総務大臣をお迎えいたしましたことを大変光栄に思っております。そして村木敦子さんをはじめ、そうそうたる皆様方にお越しをいただいたことは、これは竹中奈美さん、奈美姉のご尽力のおかげです。このシンポジウムの趣旨は、今もお話がありましたので、もう私からは繰り返しません。有益なひとときをお過ごしいただければということをご期待を申し上げまして、開会のご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。このイベントの名誉実行委員長、久本喜蔵名誉実行委員長からのご挨拶でございました。ありがとうございました。さあ、続きまして、このイベント078に参画いただいております兵庫県の井戸俊蔵知事よりご挨拶を頂戴したいと存じます。井戸知事、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。078に私どもも参加させてもらっているんです。なぜか兵庫県が誕生して今年は150年を迎えます。7月12日にちょうどその日になるんですが、この1年間はそのような意味で150年を期したいろんな催しを行っていますけれども、この078への参加もその一つになっています。ここで挨拶させていただいているのは、奈美姉から野田総務大臣が見えるからあんたも来ないとダメよとこう言われて、やってまいりました。今日はですね、大変いい天気で、快晴ですが、先ほどはメーデーも行われました。キート会館ではですね、
キート会館では主として県が主催して、いろんなシンポジウムやあるいは新しい産業づくりなどについての議論を展開させていただいております。しかし今日のメインイベントは言うまでもありません。このシンポジウム、パネルディスカッションであります。私ども女性の総活躍社会づくりっていうのをやはり県としても取り組んでるんですが、兵庫も含めまして関西のですね女性の就業率っていうのは悪いんです。悪いんです。なんで悪いんだろうかっていう理由が実を言うといろんな角度から分析しても明確な理由は出てきません。出てきませんけれども大阪にしても奈良にしても京都にしても兵庫にしても悪いんです。悪い方から数えてベスト5に入っちゃうんですね。ですから今日はそういうなぜかなというような疑問も抱きながら聞いていただくときっと評価するところがあるかもしれません。それともう一つ、兵庫県はこの2月の議会でユニバーサル社会の推進に関する条例というのを作らせていただきました。すでにユニバーサル社会づくりについては平成17年から指針を作って進めてきたんですけれども、見直し作業の中でやはりきちんとした条例に基づく基盤が作っておいた方がいいんじゃないかという話になりまして、作らせて、いただきました。そしたら議会の方はですね、議員立法でコミュニケーションを確保する条例を作るということで、手話をはじめとしてですね、AI なんかを活用した iPad でやり取りをするようなコミュニケーションツールをもっともっと活用してコミュニケーションを豊かにする、そういう条例を作っていただきました。この2つの基本条例とコミュニケーションを推進する条例と2つでしっかりとユニバーサル社会づくりを進めていきたいと考えております。皆さんにもご協力を、2つですね、県政150周年の事業への参加と、そしてユニバーサル社会づくりにご協力いただきたいと思います。ということで、いつもこういう時ですね、歌を作ってくるんです。ご披露したいと思います。神戸こそユニバーサル社会づくりの先頭を走れ、市民こぞりいて。神戸こそユニバーサル社会づくりの先頭を走れ、市民こぞりいて。いい歌でしょ。ありがとうございます。素敵な歌もご披露くださいました。井戸敏蔵兵庫県知事からのご挨拶でございました。さあ、それではお待たせいたしました。早速進めてまいることにしたいと存じます。じゃあ今日のスピーカーの皆様、そしてコーディネーターをご紹介させていただきます。まずは総務大臣、マイナンバー制度担当、女性活躍担当、そして男女共同参画担当の内閣府特命担当大臣、野田聖子様です。事務次官で伊藤忠商事株式会社社外取締役、津田塾大学客員教授、そして共生社会をつくる愛の基金顧問でいらっしゃいます村木敦子様です。3人目は株式会社未来路講師で一般社団法人日本ユニバーサルマナー協会理事でいらっしゃいます岸田ひろみ様でございます。そして最後に神戸新聞社編集局局次長、西海悦子様です。さあ、そして今日コーディネーターを務めてくださるのは社会福祉法人プロップステーション理事長の竹中奈美様でございます。ではこの後は、はい、もう神戸の皆様とともに日本の皆様には奈美姉で、ね、
おなじみでございます。じゃあこの後はナミネーにバトンを渡したいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。どうも皆さんこんにちは。昨日から始まったこの078企画の真ん中のですね、この2日目のシンポジウムにこのようにお集まりいただいてありがとうございます。このシンポジウムではタイトルが皆さんよくご存じのように、誰もが輝いて活躍できる街神戸を目指してということで開かせていただくんですが、今日本の社会の中で女性として本当に輝いて活躍をしておられる素晴らしい皆さんを、運命の皆さんをシンポジストにお迎えをいたしました。どうぞ最後まで、たくさんの議論が出てくるかと思いますので、お聞きいただくようによろしくお願いいたします。司会は私、このトップステーション池中奈美子と奈美姉が務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。実は今日 の、 会場での撮影とかが禁止になっているんですけれど、ライブ中継というのをやっておりまして、スマホだとかパソコンとかでリアルタイムにこれを実はこの会場にいなくても見ていただけるということになっております。アドレスは www.078tv.jp ということで、お手元のスマホを見ないようにして壇上を聞いていただけた方がいいかなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。で今日はですね、そのテーマに沿って皆さんから、4つのコーナーに分けてお話をいただこうと思っているんですが、最初のテーマは女性もチャレンジ度も含めてみんなが同じように活躍していくというのは一体それぞれの皆さんにとってどういうことなのかということをお聞きしたいと思うんですが、チャレンジ度っていう言葉をよくまだ知らないという方もおられるかも分かりません。これは私たちプロップステーション、障害のある人たちが情報通信などを使ってベッドの上でも稼いでタクスペアになろうぜっていう活動を実は26年前からやっているんですけど、そういったアクションを心の中に秘めている、あるいは実際にアクションを起こされているっていう障害のある方をチャレンジ度っていう新しいアメリカの言葉で呼ばせていただいています。まさに活躍したいと思われている、活躍しているチャレンジ度の皆さん、今日で言うとまさにその岸田裕美ちゃんのような方ですね。ということで、そのチャレンジ度っていう女性やチャレンジ度が輝くように、そのためににっていうか、そのことをどのように皆さんがそれぞれ捉えておられるかっていうのを、瀬戸ちゃんの方から順番にね。それでごめんなさい、日頃ですね、私も瀬戸ちゃん、あすこさんって呼ぶんですけど、もう四半世紀のお付き合いになるんですね。それでファーストネームの方で呼び合いっこしてるもんですから、私の方からはちょっとそういうふうに呼ばせていただきたいと思っています。では瀬戸ちゃんからお願いいたします。改めまして、皆さんこんにちは。今日お目にかかれて本当に嬉しく思います。ご紹介いただきました野田聖子でございます。ナミネートは25年前、ちょうど私が初当選して国会になった頃に、隣にいる厚子姉さんと、ナミネさんという大変怖い先輩たちと出会いまして、チャレンジドという言葉を教えてもらったことと、障害者を納税者にっていう、そういう画期的なキャッチフレーズを教えてもらって以来、ずっとお互い健康に恵まれているので長いお付き合いをさせていただいているところで、久しぶりの合体でなんか同窓会みたいで大変嬉しいんですが、私は実は8月のいつだったか3日でしたっけね、内閣改造があった時に安倍政権の下で、今ご紹介がありましたけれども、もろもろの大臣の中で女性活躍担当大臣をに就任いたしました。で通常大臣っていうのは総理から任命されて、その前日とか当日まで何大臣になるかわからないっていうのが普通ですよね。で今回はね、ちょっと安倍総理の方に事情がありまして、いろいろこう支持率が下がってしまって、どうにかしなくちゃなんないっていう時期だったので、逆に総理の方から、世間で仲が悪いと思われている私が入ることで、やっぱりそのきちっと立て直しをしたいっていうご要望をいただきましたので、私の方から実は自分がずっとライフワークにしている総務の仕事と、そしてちょっとこれ切り返したいなっていうか、もっとちゃんとやらなきゃなと思ってた女性活躍担当大臣の仕事をこちらから指名いたしましたところ、
喜んで、自宅していただいて、今日に至っています。私がなんで女性活躍担当大臣をやりたいかとずっと思ってたかというと、女性活躍っていう言葉に違和感、なんとなくね、そうじゃないんだけどっていう思いをずっと抱えてたんですね。あとは女性が輝くとか言われてもなんか違うんじゃないかなと、その男の人には大変ありがたいけどそういうところじゃないんだよねっていう、ずっとこう自分の中でこう咀嚼できない不思議な気持ちがあったんで、そこをやっぱりしっかりと立て直したいなと思ったことと、もう一つは安倍政権という6年前に野党から政権取り戻して、とにかく当時は成長戦略の一丁目一番地は、女性の活躍だって言ってくれたんで、いやみんな本当多くの女性が喜ばしく思ったし、そして私自身もあれ安倍総理そんなこと言うんだみたいなことがあって、じゃあ一緒に頑張ろうっていう気持ちになってたんですけれども、時を経て今そのいろんな看板が変わってくるわけですね。一番最初の時は女性の活躍がこの国を良くするって言ってくれてたのに、そのうちになんか地方の創生っていうのが出てきたり、そのうちに女性が消えて一億総活躍になっちゃったり、最近では働き方改革になってついには人生100年まで来てしまって、やっぱり本当にやるべきであった女性の活躍の政策が進んでいるけれども、劇的には進んでない、今ちょっと停滞してるんじゃないかということで、まあ、それに活を入れたくてやってきました。まあ、その半年過ぎて女性活躍担当大臣と思ったことは、その女性が活躍することはとても大切だけど、まだこの国には全国津々浦々多様性という意識がありません。で、多様性というのは英語で言うとダイバーシティというんですね。で、世界中でもダイバーシティというのはもうチャレンジドから女性から高齢者から LGBT が全部含めてダイバーシティだけど、今まだこの国は女性が社会で活躍できることまでをダイバーシティと呼んでいる、それすらできてないよねということで、まあ、私はここを本当に強行突破しなければ大きな構造改革、まあ、本当にこれこそ岩盤規制というか心の岩盤規制を取り除くことで、今人口減少で将来の不安を抱えている日本を回復させるためには本当の意味での女性活躍、その前に必要なのはフェアという土壌を作ること、勝負の場を作ること、誰に対してもフェアなこの日本神戸であるということがまず大事だなということで、まあ、今日はそういう思いも込めて出かけてきたところです。はい、ありがとうございました。それでは敦子さんお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。今日神戸に来れてすごく嬉しいです。20代の頃に1年だけ神戸に住んでいたので、青春の地にちょっと戻ってきて今日なんかドキドキしてます。私は特に、まあ、女性の活躍っていう意味で言うと労働省に入りましたので、ずっと、まあ、仕事としてそれをやってきました。で、まあ、均等法ができる前から、役所でそういうことをやってきていたので、まあ、若い人はちょっと想像できないと思いますけど、若年定年とか結婚退職とか出産退職っていうのが当たり前、それから、まあ、人を募集するときは男子営業職女子事務職募集っていうのが、まあ、ごく普通でした。で、自分が役所に入った頃もやっぱりそれは男と女は当然能力が違う、特に管理職みたいな切った張ったみたいなことは、まあ、女性は苦手だと難しいって言われてる時代でした。まあ、今は大臣見てるとね、女性がそういうこと苦手だっていうのは全然間違ってるなっていうのはよくわかりますけど、それから後では均等法ができて、それから最近では女性活躍推進法ができて、でやっと能力は女の人あるんだなっていうことは世の中が大体分かってきたかなと思います。ただ一方でやっぱり出産があったり育児があったりで、そういうことについてはやっぱり女性の方がたくさん荷物を背負ってる、それから、まあ、一定年齢以上の方の意識の中にはやっぱりちょっと女はっていう気持ちがたくさんこうまだ残ってるっていう中だと思います。
で、男女共同参画、女性活躍ってどこまで日本は来ましたか、安倍政権一生懸命やってますよねって聞かれると、私はいつも5合目まで来ましたっていうふうに言ってます。で、それは何かっていうと、5合目って半分来たのもうっていうふうに聞かれるんですが、違いますと。ここまでは来る、富士山5合目までは車で来られる、そっから歩いてです。で、女性も能力あると分かった、でも本当の意味でちゃんと、じゃあその人が活躍できるように本気で環境を整えようと思ったら、これからが本当に正念場だなっていうふうに思ってます。で、そうやって女性の問題やってきていて、その後、ナミネート知り合ったのも、その場面だったんですが、障害のある人が仕事をするというところに、出会いました。で、障害がある人が仕事をするっていうことを考えた時に、私はなるほど、これは不思議だなと思ったのはですね、何々障害者、視覚障害者っていうふうに呼びますよね。その人ができないこと、一番苦手なことをその人のラベルに使う。で、福祉とか医療を考えるときは確かにそれも大事なんだけど、仕事をするときはわざわざ不得意なことをやらなくてもいい、得意なことをやればいい。で、それをあの頃にナミネーに教えてもらって、本当にその通りだなというふうに思いました。だから障害のある人はやっぱり仕事がいろいろできないことがある人っていうレッテルが貼られてるけれども、そうじゃない、できることでを仕事にすればいいんだって思うようになりました。で、昔は女性も管理職は無理、営業職は無理って思われてたから、障害のある人についてもいずれ、昔はあんなバカなこと言ってたねと、能力は一緒だよね、できることがいっぱいあるよねってこう言える日が来るだろうなっていうふうに、今信じて、こういうことを一生懸命やっていきたいなと思っています。で、一億総活躍っていう言葉は好きじゃないですけども、でもその目指してる、みんなが参加できる、自分に合ったところで得意を発揮して参加をする、で、違うやり方で、それぞれのやり方でこう社会を支える側に回る、違うやり方で貢献するんだから、それがちゃんとフェアに公正に評価をされる、で、一人一人の能力がちゃんと伸びていくし生かされる、で、そういう意味のダイバーシティがこの国でできたら本当にいいなというふうに思っています。敦子さん、ありがとうございました。それでは岸田博美ちゃん、お願いします。お願いします。株式会社ミライロの岸田博美と申します。よろしくお願いいたします。ご覧のように私は車椅子に乗って今生活をしているわけなんですが、実は私の車椅子歴というのは今年で10年が過ぎました。ある病気がきっかけで10年前ある日突然歩けなくなって今車椅子の生活になっています。ということは10年前までは歩いて生活をしていました。いわゆる健常者ということになったわけです。しかし今は障害者になっているわけです。また私には息子がいまして、息子は22歳です。息子には難症があります。重度の知的障害もあります。ですので私は歩いていた頃の健常者の視点、障害のある当事者の視点、そして障害のある息子を持つ母親の視点、この3つの視点からユニバーサルデザイン、ハードとソフトにおけるユニバーサルデザインのコンサルティングをさせていただいています。そして今日私の3つの視点からこの女性、そしてチャレンジとも含めてみんなが同じように輝ける社会ということを考えたいと思います。働き方に着目して考えてみました。今日本の社会においては女性が活躍できているかというと、やはり決してそうではないと今自分の経験からも考えられるなと思っています。ジェンダーギャップ指数といって男女の格差を表す指数があるんですけれども、これ日本はどれだけの順位にあるかといいますと、これ驚くほど低いんですね。144カ国中114位というとても低い位置にいまして、男女の格差が大きくあるという現実です。また障害のある方が働くということを考えてみますと、これも数字で見てみます。
想定労働者数、障害のある方の想定労働者数全体の 16% の方しか一般企業では働けていないということが今の現実です。私も働いていてよく知り合う方の中に女性の管理職の方がいらっしゃるかというとなかなか知り合うことはありません。また障害のある方が活躍している職場があるかというとまだまだ少ない状況だというふうに感じています。その原因になっている一つ、私はこんなふうに考えています。やはり障害者あるいは女性が働くという時においてやはりいろいろな意識であったり環境の壁が存在するのではないかと思っています。女性や障害のある方に対してなかなか理解してもらえないであるとか、そういった方々に働きやすい環境が整備されていない、そういったことが輝く働き方というところに制限がかかっているんじゃないかというふうに感じています。そして私が障害者になってからこれは気づいたことなんですが、障害のある方が働きやすい場所ってどうなんだろう、ちゃんと活躍できる場所って機会ってどういうふうなところなんだろうと考えたときになんです。結局それを突き詰めていくと多様な人々が求めている働きやすさ、求めている環境と共通するんだということに気づくことができました。ということは障害のある方が活躍できる場所イコール女性も活躍できる場所につながるというふうに思っています。結果的に女性が働きやすくなるということで障害のある方が働きやすい、活躍できる場所というのを私は求めていきたいと思っています。そして女性であり障害者である私は、いろいろな多様な人々がみんなが輝ける社会の実現のためにいろいろなことをこれからも模索しながら考えて実現に向けて動いていきたいと思っています。では私からは以上になります。ありがとうございます。ひろみちゃんありがとうございました。それではメディアからお一人ご参加いただきました西海美津子さんです。よろしくお願いします。皆さんこんにちは、神戸新聞の西海と申します。後ほど私が記者生活をしていた中でいろいろ経験したことがお話をするんですけれども、ちょっとその触りといいますか私の自己紹介なんですけれども、入社したのが1987年昭和62年になります。ちょうど就職活動をしている時に男女雇用機会均等法ができました。でこの法律ができるまでは女性は一部の職種を除いては夜11時までしか仕事ができない、してはいけないというふうになっておりましたので、それまで の女性の先輩たちは宿直勤務はありませんでしたし、夜に大きな事件とか事故があって現場で取材活動をしていても11時になったらそこで終わりというふうな、そういうこうサイクルの中で仕事をしていたわけなんですね。ところが、その法律ができ、ちょうど私が入社した年に神戸新聞社でもいろいろ体制が整って女性の宿直が始まったということで、それからかれこれ30年ちょっと経っておりますので、ちょうどその女性の働き方ということで大きく変化し始める時にたまたま私が社会人生活を送ってきたのかなというふうなことを思っています。でそのあたりのことは後ほどまたお話をしたいんですけれども、ナミネートは、十数年前、私ナミネートにシンプルに興味を持ちまして、一度こうどんな活動をされてるんだろうということが知りたくなって、一定の期間ちょっと密着をさせていただいて、厚生労働省にコロコロっと引っ張りながらいっぱい資料を詰めて陳情に行かれるところであるとか、マキさん、お子さんと面会されているところなんかにもご一緒させていただいて、もう本当に理念がはっきりされている、でその裏打ちされたご経験がある、とってもパワーがそこからこう生まれているということに感心しまして、本当にいろんなことを考えさせられました。そういった経験も含めてみんなが活躍できるっていうのはどういうことだろうと改めてこの機会をいただいたんで考えてたんですけど、人それぞれ得意な分野と不得意な分野があって、で、当然生きていく上でも仕事をしていく上でも得意なことだけで完結するっていうことはありえないんですけれども、できるだけ得意なところを、発揮できるようなそういう社会とか仕組みがあれば実現に近づくのかなっていうふうに感じているところです。でそれについては少しのサポートがあればそこまで引き上がる、でもサポートがないとゼロになるっていうことも多々あると思うので、社会としてはそこを引っ張り上げる支援とかサポートの仕組みというのが
いるのかなというふうに思っています。で、先ほど村木さんの方から女性の方が荷物を背負っているとおっしゃってまして、今の日本の社会ではやはり子育て中の家族でいけば女性の方にその荷物がたくさん負わされているっていう中ですから、会社はいろんな仕組みを整えてサポートはしているんですけど、それが逆の方にこう回転してしまうと、もうここまでの仕事でいいよっていう、なんかこう限定の方にまた回転し始めてしまって、少しこう伸ばしていくっていう、経験を高めていくっていうところがまた阻害されると結果としてですね止まってしまう。でそれが長期的に見るとその人のいいものを引き出すっていうか、階段を上っていくというところにはマイナスに働いているのかなっていうことも感じまして、この問題って本当に個々の状況によって違うので、ここまではいいとか悪いとか決められないというところが非常に難しくて、それはなんか組織のマネジメントとか先輩たちがどう考えるかっていうところ、人と人との関係にも関わっているのかなっていうことを今感じているところです。はい、ありがとうございます。それぞれに活躍ということについてご自分と自己紹介ご経験も含めてお話をいただきました。2番目の、コーナーでは皆さんご自身の体験をもう少し深めて教えていただきたいです。こういうことがあって自分はなんか力が発揮しにくかった、やりにくかったよっていうようなこともちょっと赤裸々に今日は、こういう場なので教えていただければなっていうふうに思います。で特に今、女性の記者さんのセクハラっていうのがね大きな問題になっていますが、まさに悦子さんは今その女性記者というのも経験してくらい、さまざまな記者活動の中でもいろんなご経験あったんじゃないかと思いますけど、今度は悦子さんの方から順番にお話をいただけたらと思います。お願いします。先ほども少し紹介させていただいたんですけども、まだ女性記者が非常に珍しい時期に入社しまして、会社に入ってみるともう50代ぐらいのベテランの人はポツンと1人いたと思うんですけど、10年以内に女性の先輩が3人しかいないっていう状態でした。それでいろんなところを配属で担当も変わっていくんですけど、行くところ行くところ女性初の〇〇っていうのが付きまとうという時期でした。入社して半年後に当番支社という今加古川にあるんですけれど、記者が数人ぐらいの小さな所帯なんですけれども、そこに行った時も全国紙含めて記者の女性は初という地域でして、ある時市民会館で著名人が講演をするという取材に参りまして、当然取材に来ましたということで主催者には人気を切るんですけれども、途中で、立ってこの前の方で写真をパシャパシャ撮ってましたら腕をグーッと掴まれまして、で何かなと思ったら後で聞きましたら、その講演している人のファンが勝手に前まで出張ってきて写真を撮ってたというふうに勘違いをされまして、あ、こういうことかと、初めてっていうのはこういう間違い方をされるんだなと。だから記者はイコール男と皆さん思い込んでいるので、写真を撮ってるからもしかしたら記者かなっていう想像さえですね働かないと、そういうことを実際に経験いたしました。それからまた本社に戻ってきて、いろんなその担当があるんですけれども、複数の人間で、そこをグループでフォローするというのが割と新聞社はよくありまして、で初めてそのキャップっていうんですね、複数の中で一番先輩をで、たかだか2人のコンビの私キャップになったんですけど、これも女性初のキャップっていうふうに社内ではなんかすごく関心を持たれてしまいまして、である時その後輩の記者に、伝言のメモを入れようと思ってレターケースを開けたら、週刊誌の特集の女性上司に使える悲哀っていうタイトルが載ったコピーがバンと置いてありまして、これ誰が入れたんやと思ってすぐ腹が立って、それはその後輩が入れたわけじゃなくって、誰か先輩がそれをわざわざコピーしてドンと入れてた、そういうことがありました。要するにダメージということは特段ないんですけど、鬱陶しいことが本当に日々あるなっていうことが重なりまして、なんか古いなうちの会社もっていうのを感じたことが多々ありました。それから今非常に話題になっているその取材上のそのセクハラ
なんですけれども、まあ、これも多分嫌な思いをしなかった人は多分記者、女性記者でいないと思います。まあ、経験はその中にはいろいろあると思うんですけど、まあ、私も実際その嫌な思いをしたことはあります。それでそれよりもですね、難しかったのはどうしてもこの取材相手の人とは関係を築いておきたいということがやっぱりあるわけですね。それでじゃあお昼に会えばいいじゃないかっていうことになるんですけれども、まあ込み入った取材になってくると、取材相手の人も記者から取材を受けているということを見られること自体ですね、ちょっと難しいと、まあ、そうなると話ができないっていうことが割合よく頻繁にあります。ですので今よく飲みに行って情報収集するっていうこと自体 もうそんなのいらないんじゃないかっていう声もあるんですが、やはり必要性というのは一定はあるかなと思っています。ゼロにはできないかなと思っています。で、私もそういう意味ではこの人と関係を深めておきたいなっていうケースが具体的にあって、で1対1でそういう飲みの席っていうのも経験してますが、中にはやはりちょっと行くとややこしいかなっていう相手っていうのは実際にありまして、まあこれが男だったら普通に飲みに行きましょうよって誘って簡単なのになっていうふうに思ったんですけど、これはちょっとやめといた方がいいかなっていうことで、じゃあ飲みに行かずにどうやってその人との関係っていうか、その取材上のですね関係を築いていけばいいのだろうということで、まあいろいろ工夫をしたというようなことがありますが、まあトータルでいくとちょっとこう手間がかかるっていうか、そのことだけ。ただ一方でですね、いいこともありまして、割とこう覚えてもらいやすいんですね。だから持ち場っていうのはこう 2,3 年でぐるぐる変わっていくんですけど、例えば私の前後が男性だったりしますと、その男性の記憶はほとんどもう残ってなくても、なんとなく私のことは覚えてもらってるというような、そういうプラスのところもあって、もう今となっては鬱陶しいことも含めて、まあプラスマイナスありだからいいかなというふうにちょっと楽観的に考えるようにしています。ありがとうございます。ご経験に基づいて、まあ、今タイムリーな話もいただきました。それではひろきちゃんお願いします。はい、ありがとうございます。これ私にも息子にも、障害のある私にも障害のある息子にも共通していることなんですけれども、やはりこの働くという時に、就職が決まったと、やっと働けるといった時に、やはり嬉しくて、どうしてもその自分の実力を発揮したい、何か頼まれたらやりますと言いたい、大丈夫ですかと聞かれたら大丈夫ですと、ちょっと頑張ってこう答えてしまうというふうに自分にもなってしまうんですね。で、実は弊社は今51人社員になります。ちょうど9年目を迎える会社で、私が働き始めたのは今から5年前なんです。で、障害のある社員も51人の中で11名ほどいます。障害のある当事者や難病のある当事者、あと LGBT の当事者など、多様な社員が働いているわけなんですが、そういった会社ですので、多様な人の働き方というのはとても理解がある会社なんです。でもそんな中でもやはり私は期待に応えたいと、自分の実力を発揮したいとずっと頑張りすぎていたんですね。で、記者さんこれできますかと、講演ここ行ってもらえますかと、今回こんな遠いところなんですけど大丈夫ですかと聞かれた時、いや大丈夫ですと、やらせてくださいというふうに、まあ、今から考えていたらちょっと自分ができる以上のことをできますってずっと言い続けていたんだなというふうに思っています。で、これ私ができます、大丈夫ですとずっと言い続けていたので、会社の方も、あ、大丈夫なんだ、できるんだと、そういうような期待も込めていろいろとこうお仕事をいただいた、言われたらやるというような関係性が続いていたんですが、やはり気がつけばこれはやっぱり長続きがしなくて、こう頑張り続けてしまうと、やっぱり半年1年経った頃からだんだんこう精神的にも体力的にも負担が増えてきて、こう体調崩してしまうということがありました。で、これ息子も同じで、今22歳なんですが、就労支援 B 型の作業所で働いていまして、1件目の作業所実は辞めてしまいました、半年ぐらいで。というのは、息子もやっぱり頑張ってしまって、とりあえず高校を卒業して、特別支援学校を卒業して、いきなり働くという場所に行った時に、学ぶことと働くことの意味がよくわからないまま入ってしまって、で、私もとりあえず機嫌よく行くものだからそれいいんだと思い、息子もなんとなく与えられた仕事はできていたので、作業所の人もこれでいいんだと思ってやり過ごしていたら、やはり息子もストレスが溜まってしまって限界になってしまって、結局3ヶ月過ぎぐらいから引きこもりが始まってしまって、半年以上もうずっと自宅にいたという状態になってしまいました。で、これ何が原因かというと、圧倒的にコミュニケーションが足りていなかったんですね。
しかもこの建設的なコミュニケーション、本当の自分の思いを伝えるコミュニケーションがお互いにできていたのでいなかったんだなということに気づかされました。なので、できない、できることできます、大丈夫ですと伝えることも大事なんですけれども、自分にはできないかもしれない、無理かもしれない、こんなこと悩んでる、こんなことを不安に思ってる、そういったマイナスの部分もしっかりと伝えるということをしなければいけないんだと思いました。で、そこで、適切な配慮をいただくことで、自分のゴールはやはり自分の実力を発揮すること、活躍できること、そして利益を上げること、これがゴールである、これの軸は、変わらず持たなければいけないんですけれども、その発揮するためにはやはり自分のできることとできないことをしっかりと伝える、そして、歩み寄る、そういったことをコミュニケーションが大切なんだなということに気づかれました。はい、以上となります。はい、ありがとうございます。それではあきこさんなんですけども、本当に ありえない冤罪でとらわれるというようなご経験もされた松葉さんから、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、そうですね、活躍しにくかった、やりづらかったって言われるとたくさん実はあるんですけど、でも、まず最初はやっぱり役所入るときに国家公務員法は男女平等って書いてあるんですけど、取らないって決めてる役所は実はたくさんあって、で、なんとか賞も私も1番か2番だったら取りますとかですね、あれは今年は取りませんとか言われて、まあ、そういう中で私は一番女性に理解があった労働省に入ったので、まあ、比較的やりやすかったかなというふうに思います。ただそういう労働省でも入った初日にやっぱり初めてその日初めて出会った自分の上司に申し訳ないって謝られて、何ですかって言ったら、君にお茶組みをさせるかどうかで昨日顔真っ二つに割る大議論があって一生懸命戦ったが負けてしまった、申し訳ない、やっぱお茶組みから始まったっていう状況でした。でもまあ役所の中でも随分環境は変わってきて、だんだん仕事はしやすくなったかなと思います。で、ただ例えば地方に管理職で初めて出るっていう時に、女の課長が来るんだってって言って、で、まあ、しかも私は2歳の娘を連れて出たので、その時にはやっぱり空前絶後って言われまして、空前だけど絶後じゃないからって言ったら、本当にその通り、その後からやっぱりどんどん同じような事例が出てきましたけども、やっぱりそういう時代だったかなっていうふうに思います。今の岸田さんの話で私も思い出したんですけど、まあ、娘と2人でこう転勤があって、まあ、母子家庭状態で暮らしてる時に1ヶ月の海外出張で、それ私もやっぱりあの頃若くて行けませんってやっぱり言うのが悔しくって、行けますって言ってから預け先を見つけて、でうまく見つかったんで娘に合宿っていう言葉を教えてそれで出かけました。でもその時に出張を命じた上司と20年ぐらい経って夜お酒を飲んでた時にこの話を私が持ち出したんですね。あの時海外出張行けって言いましたよねって言ったら、その上司が、村木さん行くって言うからびっくりしたって言われて、えって思ったら、それは女性上司だったんですけど、彼女が言ってくれたのは、国際会議がある、じゃあこの会議に誰を行かせるかって考えた時に、やっぱりこれは村木の仕事だと、村木の仕事で国際会議があるんだから、やっぱり一番最初にこれは村木に言ってあげようと、でもきっと行けないだろうから代わりに行けるやつを探しといてやろうって思ったんだというふうに言ってくれました。でやっぱりその働きやすさと、その西見さんおっしゃったの働きがいのところとですね、両方がいるなっていうのを自分も実感しましたし、
その両方を考えてくれる職場だったんで良かったかなと思いました。でそういう意味ではすごくうまくいってたんですけど、一つやっぱり結構厳しかったのは子どもの大きな病気で、寝る時に発作が起こるんで、寝る前にどうしても帰ってて寝入り花の30分ぐらいそばで発作が起きないかどうか見てやらなきゃいけないっていう時期が結構続いて、職場の誰よりも先にごめんなさいって帰るのがすごい辛かったんですけど、その時の解決策はですね、開き直るでした。で開き直ったらなんとかうまくいってやっていったと思います。でそういう意味で公務員の職場も随分良くなってますが、やっぱりまだ問題も残っていて、特にだんだん上のポストになってくると、まあ無意識の中のこう、なんていうんですかね、女性に対するやっぱり差別的な気持ちだったり、やっぱりそのセクシャルハラスメントみたいな、そういうものがやっぱり残ってって、ここはやっぱりまだ厳しい最後の関門かなっていうふうに思います。ありがとうございます。本当に働く女性ってすごい歴史をたどってきたんだなって改めて今思っています。で女性のリーダー、数少ないリーダーでいらっしゃる聖子ちゃん、よろしくお願いします。いや私もやむぞここまで来れたなと正直思います。そもそも私は政治という仕事を選択したんですけど、国技館と永田町には女はいらないというぐらい、今でもやっぱり国会議員っていうのはもう9割が男ですから、私が、最初に議員になったのは25年前で、その時は遡ること15年自民党には与党でしたけど、衆議院議員に女性議員がいなかったっていう、そういう政党に入りました。ただちょっと、その話をもう少し遡って、実は私は26から29まで岐阜県の県議会議員をした後、衆議院選挙に出て落選し、29から32まで、浪人してたわけですね。それで32で初当選をしたんですが、29から32までの間、毎日毎晩セクハラでした。当時はまだセクハラっていう言葉がなかったんですけれども、先日の事件が発生した時に私はフラッシュバックが起きてしまって、もうはるか昔の30年前のことなのに、未だやっぱり悪感がこう走ってしまう自分がいて、いろいろその事案が発生した時に、いろんなネット上でもテレビでもいろんな人がいろんなこと言ってたけれども、私はやっぱりそこの本質を見る限り、私とほとんど一緒だから事実だろうっていうのは確信できました。自分も同じ経験をしてきた、相手は全くその感知してない中で、自分がずっと恥ずかしめを受けてきた、そういう汚い言葉とか汚い言動で、生き延びてきたことを思えば、本当に私自身のことのように、私自身も今、ね、信じられないでしょ、こんな私ですけど、やっぱり20代の頃は怖かったんですよ、男の人のそういう言葉であったり、そういう行動が。だから毎晩嫌な思いをしてきて、嫌なことを言われ嫌な思いをしてきても、誰一人相談できなかったし、そもそもそういうことを相談できるんだっていうことも知らなかったし、もう本当に自分の中で耐えて耐えて耐えるしかなかった。落選した候補者にとって一番怖い人は有権者なんです。それで、そもそも仕事がないわけですから、行くところも夜しかないんです、夜の宴会場。それも大概立派なとこには呼んでもらえません。多分ご経験のある人かもしれない。バッジがついてないとまともなとこに呼ばれません。なんかちょっとしたその居酒屋での飲み会の二次会においでって言われるんですよ。紹介してあげるからって言うんだけど、それ大体もう9時とかですよ。でよく流れの中で夜そこに行くべきではないっていう女性の意見があったけれども、それをしなければ生きていけないっていうシチュエーションも実際はあるんですよ、女であっても。私もそれを経験したから、そういう言い方を女性がするのはどうかなと。自分がそういう経験をしてないから行くべきではないっていうのは、いやそれはちょっと違うんじゃないかっていう思いをしました。でやっぱり酔っ払ってるから皆さんも本
は紳士なんだろうけど、夜はもう本当ただの下品な生物になりさげてて、なんかよっぽど鬱憤が溜まってんのか、よっぽど奥さんとうまくいってないのかわかんないけど、本当に、まあ、嫌な思いをしてきました。でもそこ、まあ、その結果なんですよね、今私があるのは。でもなるべくだからといって男嫌いにならないようにしようと努力をしてきたんですけど、男の人には二面性あるんだ、昼間はいい人たちばかりだったなと思いながら今もいてるんですけれども、まあ、そうやってまずそこで大きなやっぱり自分にとっては嫌なことがありました。女性がこの仕事をするためにはこんな屈辱、まあ、男の候補者だったらお尻を触られたり、おっぱいを見せろって言われたり、ほっぺ舐められたり、杯で俺がここから飲んだからここから飲めって強要されたり、もう一晩寝たら100杯集めてやるとか、そんなことは男の候補者はまず言われないと思うんですね。やはり私は女性候補者だからそうやって言われたんだなっていうことで、だから今回の事案はやっぱりそういうところがまだ残念ながら当たり前のような空気があるんだなっていうことで、どうにかしなくちゃなんないと、この年になって、もう最近ではそういうことが全然ないので、あったとしても3倍で足ぐらいできるので、だから私は今大丈夫だから、大丈夫じゃない人たちのために私は何ができないかなっていうことを今この連休中虎視眈々といろいろとこう画策をしていくので、やっぱ議員になってからもやっぱりさっき申し上げたように永田町は男の職場なんです。そもそも女がいちゃダメなんだよみたいな空気はあるわけですね。でもやっぱり女がいないと民主的に見えないから、まあ、そのアクセサリーというかショートケーキのイチゴみたいな形で、まあ、置かれていて、まあ、コンテンツになってないわけです。本当に見た目だけ。それで初当選した時は公認候補は私一人だけだったんです。すごいでしょ。で後から追加婚に来た女性がいるんですけど、田中真紀子さんって言うんです。この人も男女を超越した総理大臣の娘さんだった。わかります。全くこうその女性の仲間ができたなんていう、そういうことは全く彼女がいてる間もなかったんです。全くもう次元が違いました。東での扱いは全く違ってたんで、私は一応ね聖子ちゃんみたいな扱ってもらったけど、田中真紀子さんやっぱり女性の大クイーンみたいな扱いが受けてたんで、そういう意味ではもうロールモデルも仲間もいない中で、もう自分でどうしてその毎日を生きていけばいいかっていうことを本当に苦労したわけですね。例えばすごいつまんないことですけど、いろんな公式の行事があります。宮中に出かけたりとか、こう外国からの迎える時の服装っていうのがあるんですけど、男はみんなモーニングとかね、そう決まってるんですよ、ドレスコードが。すごい楽なんですよ。もうだから、大臣になる時はモーニングとか決まってる。だけど女性はねないんですよ、ドレスコードが。本当に困って、それでちょっと風変わりな服を着ると叩かれるみたいな。で男の人はもうみんな同じだから、似合ってなくても叩かれないみたいな。そういう意味でも悪目立ちをするところが本当に困ります。で、まあ、大臣とかなる時も私はね、さっきできることやれば言って村木さん言ったけど、女性の場合はやっぱ民主的に見せなきゃいけないんで、内閣も女性を置くことにしか主眼がなくて、その人が何ができるかで誰も考えてない。私の尊敬している看護師の代表だった方は法務大臣なんです、いきなり当日で。結果として畑が違うから、いきなり言われてもできるわけない。これ男だってできないですよ。だけど女性がそういうところに行くと、まあメディアがねそこを集中的にまあ狙ってくる、まあ、そんなことはもう本当にマイノリティでいるとそれは先に回ってくるからいいだろうって言うけれども、やはりそういうことで、まあ、女性が能力がないと思われることが多いと思います。あともう一つ辛いのは、私の場合はだいぶ違ってきたんですけれども、どうしても女性の有権者が女性の候補者に対してはすごいシビア、服装から何からめっちゃシビア。私なんかもう最初の頃は髪の毛伸ばしただけでいやらしい色気ついてって言われて、それは30そこそこで色気ぐらいあるわさと思うんだけど、やっぱり女性の方がね、男の職場に入ったんだから女捨てなさいって言うんですよ。でやっぱり結果として女捨てちゃって40、50ぐらいまでやっと50で女になって子供産んだみたいな。だからまあそこら辺がやっぱりこの業界ではまだまだその女性の有権者の人が、あんたちょっと変なチョコでも女性が少ないから応援してあげるよっていう
空気ができてない。特に、まあ、私ぐらいになっちゃうとね、もう男も女もなくなっちゃってるからいいんだけど、若い子たちはそういうところですごくつまずいてるところが男性の議員たちと違うなっていうことを感じてます。ありがとうございます。なんかテレビではやってない女の本音トーク大会みたいな感じになってきましたが、やはりここでちょっと男性の意見も聞いてみればなって思いまして、実はあの先ほど市長知事ご挨拶いただきましたが、なんとご挨拶で帰られるんじゃなくて会場の最前列におかけいただいてるんですね。で、まあ、ただ大変ご多忙なんで、あの最後までちょっといていただけないとかと思いますので、ここらで、男の自分にも言わせろという一言ずつを、久本市長とそれから井戸知事からお聞きをいたしたいと思います。どちらが先に言いたいですか？じゃあ、はい、久本市長からお願いいたします。マイクは、こちらからマイクが行きますので、はい、お願いいたします。思いっきり歌ってください。いやいや、あの、ものすごく壮絶というか、生々しい話を聞かされた後にコメントしにくいんですけれどもね、あの、女性が働き、活躍しにくい原因というのは、一つ一つやっぱり、あの、潰していくということが大事ではないかなということを感じます。例えば、あの、神戸市の小中学校の先生に教頭先生になりたいですかって聞いたら、なりたいっていう人 1% しかいないんですよね。これどうしてなのかというと、教頭先生の仕事がむちゃくちゃ忙しいからです。朝一番に鍵を開けて、もう一日ありとあらゆることをやらないといけない。もう神戸市の教育委員会から、兵庫県の教育委員会から、文科省からありとあらゆるメールがいっぱい来たのを教頭先生がこなさないといけない。保護者の方からいろんな注文とか電話もいっぱいかかってくる。そしてもう夜遅く帰るわけですね。でそういうことずっと見てたら、やっぱりその女性の教員が教頭になりたいと思わないんですよね。多忙化というのがその大きな壁になっているわけです。もう一つですね、あのもう一つお話しさせていただくと、子育てをしている市役所の職員とランチミーティングをして、小学生の子供を育ててるあの 女性職員とランチミーティング、それは幼稚園とか保育園の経験もあるから、そういうことも含めた苦労を聞きましたら、やっぱりこの共稼ぎの その女性職員ですからね、やっぱりあの女性の方に、村木さんがおっしゃったように、あの、重荷がかかっている。特にやっぱり困るのは、これも村木さんがおっしゃってましたけど、子供が病気になったときですから、病児保育、病後保育をこの充実をさせてほしいという意見がかなりありました。中には介護をやりながら子育てをしているこの職員もいる。そういうのが民間企業にもたくさんいるわけですよね。そういうようなことをこう覗いていくということ、あの岸田さんがあの女性にとって働きやすい環境というのは、キャリアフィードにとっても働きやすい環境だということをおっしゃいました。実はあの女性にとって働きやすい環境は男性にとっても働きやすい環境であるし、特に女性が大きな重荷を男性よりも偉くを負っているということを考えたら、そういうような要因というものを一つずつ丁寧に丁寧に取り除いていくということが大事ではないかなというふうに感じます。ありがとうございます。とても正しい発言をしていただきまして、神戸の街の未来は明るいぞというふうに思わせていただきました。ありがとうございます。じゃあ伊藤さんお願いします。あのそれではあの先ほどあの採用の話が出ましたので、私あの実証という役所で採用の担当課長をやってましたから、総務課長というのをやってましたので、その時にちゃんと私は女性を取ったんです。ただ一人です。一人ただ一人、17分の1、ですけど、先輩で29年の採用の方が一人いて、そしてあとですね、60年かなんかの採用に一人いて、それで私の取ったのは平成7年の採用で一人だったんです、こういう状況でしたから、やっぱりあの拒否をしてた役所の一つだったんだと思いますね。あの女性はいらないって言ってたんですよ、あの往々にして。でなぜかっていうと、地方に出すときに苦労するんです。地方に出すときに、あの管理職で出そうとするんですが、空前絶後、友達さんおっしゃったけど、あの絶後はともかく空前ないんですよね。あのまだ当時、今から
30年ぐらい前ですと、女性の管理職ってほとんどない。したがってですね、こう事務に出すときに苦労するなと、そうすると後輩の総務課長に苦労をかけることになるので、後輩にこの苦労をかけるのは嫌だなというようなこともあって、避けたのが多かったんですが、まあ、思い切って取りました。当時の官房長と相談したら、まあ、伊藤君取ろうと言ってくれたんで、ほっとして取りました。ですけど彼は、あ、じゃない、彼女は、あ、今は冒険の課長をやっています。冒険で結婚して、冒険にそのままとどまって冒険の課長をやっています。それが一つです。もう一つはね、うちも同じなんですよ。女性職員に管理職に なりたいかどうかって聞きましたね。 40% がなりたくないと返事をするんですよ。で、私の反応はちょっと極端で、そんな女性職員をなんで取ったんだとそう、もっと管理職について仕事をちゃんとやりたいという職員を取れと、そんなのにそんなに 40% もなりたくないような職員をなんで取ったんだ、面接が悪いとか言ってですね、人事課は起こったんですが、まあ、考えてみると上司の仕事ぶりに魅力がないということなんではないか、ということもありまして、今ちょっとその人事課が起こったことを反省しておりますが、ただ今我々2020年には女性管理職 15%、 まだ 15% なんです。15% っていうのを目標にしてるんですが、あと2回しか人事がないんです。2020年までに、19年と20年、 その時にどうやって、15% を確保するか、今年 9.6% 達成できるかなと心配してるんですけど、人事当局に言わせれば大丈夫ですと言うんですよ。大丈夫なんでしょう、きっといざとなったらカバッと作っちゃえばいいわけですから、そういうつもりで、おります。で、先ほどちょっと言いましたユニバーサル社会づくり推進条例というのは、ユニバーサル社会というのはね、岸田さんがやっておられるユニバーサルデザインから取っているユニバーサルなんですが、性とか障害とか年齢とか文化とか、こういう区別差別をするようなことをしないで、誰もが社会の構成員としてしっかりと働いていける、参加していける、そういう社会を作りましょうというのがこのユニバーサル社会づくりなんですね。ですから、だけどね、やっぱりおっしゃったように弱みをついたってダメなんですよね。持ち味をどうやって出してもらうか。だから私はコナミネの言っているチャレンジとっていうのはね、素敵なんですよね。挑戦者でしょ。で、障害者だって税金払うんだ、タクスペイヤーになるんだってわけですよね。そういう社会、そういうのが当たり前だという社会をぜひ作りたいと思っています。で、今ナミネと一緒に組んでやらせてもらってるのが自宅で仕事ができる、自宅でインターネットを使って仕事ができる、そのマネージメントをですね、ナミネのところでやってもらって、仕事をですね、それぞれの自宅にで、にいらっしゃる人をチャレンジのに仕事を回していく、こういう事業を展開してきています。もっともっと広げなきゃいけませんけどね、ということぐらいでよろしいでしょうか。ありがとうございます。ありがとうございます。最後に並々の活動のアピールまでしていただきまして、最初にも言ったようにプロップステーションはチャレンジの方々が本当に在宅でベッドの上にいても働いて、タクスペアにということを目指されている方がいっぱいおられて、そういう方々がどのようにして仕事がしていけるのかっていう、そのシステムのモデルをですね、プロップステーションと今兵庫県、そして神戸市とか三者一体になって、実績作りっていいますか、そういうモデル作りシステムの完成に向けて、そしてそれを国全体で取り組んでいただけるようにということでやらせていただいておりますというようなことまでわざわざお話しいただきました。ありがとうございました。そういうふうに、じゃあ世の中を今いろんな困ったことが来たことがあるよってお話あったんですが、それを変えていくためにはどのようなことを
自分としたらできるとか、どのようにしたらいいとかっていうようなご意見をですね、今度は積極的な果敢なご意見をいただきたいと思います。今度聖子ちゃんの方からいいですか、順番にお願いします。さっきはもう本当に暗い話だったんですけれども、まあ、どうやって乗り越えてきたのかなと思った時に、やっぱ嫌な目に遭うと良くしてくれる人を本当に大切に思える心根が、生まれてきます。で、まあ、結果としてなんていうのかな、この仕事って八方美人になりがちなんだけど、まあ、そういう経験をしたんで、まあ、そういう人たち、まあ、世間でそういう目にあっても私のような人間を支えてくれる人がいるんだっていうことが、まあ、本当は支えになってきて、で結果としてなんか、まあ、男嫌いになったわけじゃないんだけど、私 の, 政治団体後援会っていうのは実は7割8割女性なんじゃないかな。まあ社プには男の人が、まあ、それなりにいるんだけど、実動部隊はほぼ女性で、だから、まあ、何があっても郵政民営化で小泉純一郎総理と戦っても生き残れたのは、やっぱ本当にかけ根なしでつながった女性 との友情が、まあ、その人たちって何があってもあんただからって言ってくれる友達が支えてくれたおかげで今日があるんだろうなと思ってます。だから私自身がその彼女たちに誓っていることは、絶対あなたたちには嘘つかない、絶対あなたたちに説明ができないような行動は取らないということを申し上げてきて、まあ、今日まであると思います。まあ、その間いろいろあったけどね、まあ、それはそれでよしです。あとはやっぱりいろんなことを乗り越えなきゃいけなかったんですけれども、どうやって乗り越えてきたのかなって今考えて、まずはやっぱりカラオケがあったからかなと。で今 の主人ともカラオケがすごい上手かったんで一目惚れしたような、まあ、カラオケで、まあ、わーっとか喋ったから、そんなのもあったし、逆に一つは本当に自分と仲良くしてくれる人と、そういうことをしない人としっかりお付き合いをさせていただいて、自分のことまだ若い頃は、私はそうやって女性として見られてた頃は、それを目当ての人と その関わりを、まあ、持たずにね、まあ、やってきて、気がついたら なんていうか、ね、年齢がことを解決してくれるっていうか、この年になるとそんな心配がしなくていいから、これからやっぱり若い人たちの心配いっぱいしてあげようかなっていうふうに思ってます。ただ自分はずっとしくじってきたと思ってるんですよ。男の職場だからっていうのを鵜呑みにして、本当に自分の女性としての大事な人生を潰してしまって、まあ、結果として子供と出会うのが遅くなって、本当ならば20代で産んでれば長いこと子供と思い出が作れるのに、私は50で産んでしまったからその思い出作りが短いじゃないかみたいな後悔が生ずるんで、まあ、これからはぜひ若い男性も女性も自分の人生を優先できるいい仕事ができるように、今からもう私には怖いものがありません、永田町には。だからしっかりとね、明るい、本当にね、チャレンジ度っていうか、みんなチャレンジ度なんですよ。障害持ってる人だけはチャレンジ度じゃなくて、私たちみんなチャレンジ度だから、まあ、みんながそれなりにね、満足できるようなプラットフォームを作っておきたいなと。まあ、おかげさまで旧自治省総務省もですね、女性の採用が増えてきておりまして、まあ、今大臣室にいてもなかなか女性の幹部と出会うことはないんですけれども、まあ、でも必ずあと数年後にはそうやって育ってきた女性たちが頑張ってくれるだろうか、それまでに、まあ、いい空気をね作っておきたいなっていうのが今の私の気持ちです。ありがとうございます。頼もしい上司でいらっしゃるんだろうなと改めて思いました。じゃあ敦子さんお願いします。はい、なんで頑張ってくれたかなって思うと、やっぱり一つはその、まあ、女性も男性もですけど、特に女性の、まあ、先輩たちがやっぱり一生懸命後輩のことを面倒を見てくれた、これはすごく大きかったかなと思いますね。子供ができたとか、地方へ転勤するとか、初めての管理職っていう時に必ずみんな集まってくれて、私はこうしたわよ、そんなのダメよ、こうよって全然バラバラなこと言うんですよね。でその全然みん
なバラバラなこと言うし、例えば子育てのことでも子持ちの先輩も来てくれるし、独身のバリキャリの人も来てくれて、みんながいろんなこうしたらいいって言ってくれて、その中で自分ができそうなことを選んでいけたっていうのがやっぱりすごい大きかったかなと思います。でそういうネットワークの力が一つと、あとはまあ行政にいたから思うんですけど、それでも制度は少しずつ良くなってきてる。で実はあのセクハラって均等法に最初はなかったんですね。でそれなんとかセクハラの規定を入れたいと思って研究会立ち上げた時に、当時の大蔵省からですね、予算の内示の前の日に、いやセクハラはいかんだろう予算の企画書にと、こういう週刊誌ネタはちょっと予算にはって言って、でとにかくセクハラっていう言葉を削ってこいと、お前が言ってることはなんとなく分かったと、セクハラをっていう言葉はやめろって言われて、二十数年前にから、非伝統的分野への女性労働者の進出に伴うコミュニケーションギャップ研究会、それがあの役所で初めてセクハラ問題を予算にしたあのことなんですね。それで数年後にはあの均等法にも入ってきて、今企業はちゃんと自分の従業ところの従業員を守らなきゃいけないんですよね。で今回はそれがまあ守れてなかったっていうこともあって、でもちゃんと自分たちの対応も悪かったとこ会社も言って、きっとあそこの会社はこれからセクハラ対応きちんとできるようになると思って、やっぱりそうやって制度を変える。で公務員の世界も私が入った時は女性は 2% ちょっとでした。それがあの、まあ、ここ数年特に安倍政権はあの公務員も女性雇えっていうんで、どの省庁もほぼ採用率3割以上になってる。でこの軍団がちゃんと上がってくればものすごく変わる。その代わりその人たちがさっき知事がおっしゃったように、私たち偉くなりませんって言ったらアウトなので、あのちゃんと女性も男性もきちんと同じようにあの働いて昇進もしていくっていうことができるようになればかなり変わる。あの大変だけどやっぱりそういうふうなところを制度もやっぱり努力していくのかなと思います。で最後はやっぱりそのさっきも言いましたけど、自分の気持ちの持ち方も大事で、どっかでいつもパーフェクトにやれるわけではないので、あの私は後輩にはあのゆっくりでも歩き続けることの方が大事で、あのずっとこう走ってなきゃいけないっていうわけじゃない。だから時には立ち止まったり、時には引き込み線に入ったり、でもまた環境が整ったら歩き始めるっていう風にしてねっていう風に言うんですけど、やっぱりそういう風に長い目で見たらきっとちゃんとあの行き着けると思うので、そういうあのことでいいんじゃないのって後半に言っていきたいなと思ってます。ありがとうございます。敦子さんから提案があった時に財務省も受け止めとけばね、今のようなことが起きなかったかもわかんないですよね。ということでひろみちゃんお願いします。ちょっと今私この題目を話そうと思ってふと気づいたんですが、私最初自己紹介の時に株式会社未来路の岸田とお伝えしましたが、おそらくここに書いてあるのは一般社団法人日本ユニバーサルマナー協会で、あの人一体誰なのと思ったかもしれませんが、これ実は同じ会社未来路が運営しているこれ一般社団法人でして、代表垣内同じです。ですので私は未来路と日本ユニバーサルマナー協会どちらにも属しているんですが、同じどちらも正しいので皆さんご安心ください。で私が、この克服するために何か行ったこと2つあります。で1つはこのユニバーサルマナー協会、私たちがお伝えしているユニバーサルマナーという考え方の実践です。でユニバーサルマナーというのは私たちが作った言葉考え方でこのように定義づけました。自分とは違う誰かのことを思いやり適切な理解のもと行動すること、これがユニバーサルマナーである。これ定義だけ聞くとちょっと難しそうだなと思われるかもしれませんが、決して難しいことではなく、まずは自分とは違う誰かと向き合うときに一度その人の立場になって、その人の視点に立って物事を考えよう、そしてその人のことを思いやる、そこから行動に移していくと
ということを皆さんにお伝えをしています。ですので私も仕事をする上で誰かと向き合う上で気をつけていることは、きっとこう思われているからこうしなければいけない、こうするべきであろうではなくって、一緒に考えていくことが大切だということに気づきました。この目標を達成するには、この仕事をするためには私が何ができるのか、これはできない、でもここは得意だからできる、そういったところに目を向けてコミュニケーションを取っていく、ユニバーサルマナーを実践する、そういったコミュニケーションを取っていくことが大切だと思いました。これ一つの例なんですけれども、私は今神戸に住んでいます。出張が多いんですが、海外出張も時々あるんですね。で、やはり上司から海外出張のオファーが来たと。5泊3日でミャンマー、タイに行く出張ですと。で、やはり上司からすると、私は車椅子に乗っている障害者です、そして主婦でもあります。で、息子にも障害があります。で、高齢の母と一緒に住んでいます。いや、岸田さんが6日間も家を空けるってきっと無理だろう、まあ無理だろうという前提で話をもらっているのもとてもよく分かったんですが、私は何とかしていけると思ったんですね。家族の協力を得ながら、自分の体調も考えながらいける。もうこの間でズレがあるんですけれども、結局このまま言わなければきっと私のミャンマー出張、タイ出張はなかったことになっていた。でもここは違う、話し合おうということで、お互いにこのできることできないことを話し合いながら、無事にミャンマー出張、タイ出張に行けたということになったわけです。ですので、相互を決めつけないということが大切なんだと。お互いに相手のことを思いやりながら、相手の視点に立って考えながらコミュニケーションを取るというのが一つの解決策だと思いました。そして2つ目は仲間を作るということでした。これは仕事だけに関わらず、仕事以外の場所でもなるべくコミュニケーションを取ろうと思いました。私も主婦ですし、家に帰って家事もしなければいけないので、なかなかその時間の余裕はある方ではないんですけれども、例えば公園先に行ったとき、出張に行ったときには、なるべく帰りには、あ、ちょっとランチ一緒に食べようよとか、夕ご飯一緒に食べてから帰ろうよといったように、積極的にこう誘って話をする機会を作りました。それで仕事の話をしながら、自分の話をしながら、こう分かってもらう、知ってもらうという機会を作れたことが、その克服するきっかけになったというふうに思っています。で、これから活躍する障害のある方、そして女性のためにも、まあ、皆さんもおっしゃってましたように、村木さんもおっしゃっていましたように、もう私たちこの年代になると、もうその女性だからとか、その障害があるからとか、そうではなくて、もっとこう強くなっているというか、広い範囲で物事を見れるようになったので、そういったこの私たちの世代がこう意見を、意思決定する場所に出ていって意見を発することで、これから活躍される障害のある方、女性の方が働きやすい職場作り、環境作りに、こう力添えをできたらなというふうに考えています。以上です。ありがとうございます。ありがとうございます。素敵な働くお母ちゃんだと本当に改めて感銘を受けました。それでは、つこさんお願いします。先ほど私社内的には女性初の〇〇っていうのが多くって、ちょっと鬱陶しい思いをしましたっていう話をしたんですけれども、なぜ鬱陶しかったのかなっていうのをだいぶしてから振り返ってみたときに、これ多くの女性が経験してきてると思うんですけど、なんか初めてと言われると自分一人の問題ではなくって、なんか後ろに続く女性の代表みたいな気分にどこかでこうすり替わってしまって、自分が失敗するとなんか後が続かないんじゃないかって、誰もそんなこと多分思ってないと思うんですけど、勝手に思い込んで、なんとなくこの辺が重たくなってたのかなっていうふうなことに気づきまして、まあそれもだんだんずぶとくなっていきますので、でどんどん後輩たちが入ってきたので、別に私が転んでも次の人は絶対入ってくるなっていうのもよく見えてくるので、まあそこで自然とですね、軽くなっていたというか、まあ自分の気持ちの持ちようなのかなっていうところで、変わっていったっていうことがありました。特に何か大きなことがあってそこで乗り越えたとかいうことではなくって、なんとなく時が経つ中でそうなっていったかなっていうのがあります。あと社会的にその女性である珍しいということにおいての、やりにくさっていうものも、同じような過程をたどるんですけれども、これもだいぶしてから振り返ってみて、やっぱり周りの人たちがなんとなく気にかけてくれていたんだなっていうふうに思うことがありまして、
入社して半年後ぐらいに先輩から非常にこう思い出深い言葉なんですけど、お酒を伴うようなその懇親会の席でお酌をしテーブルに回らないでいいと、回るなというふうに言われました。その時はちょっと若くてその真意までよく分からなくって、その先輩も言葉数も少ない人なのであまり説明はしてくれなかったんですけれど、その後もずっとその方とは時々お話をする機会なんかがあって、ことさらあの意味はどうだったんですかっていうふうには聞いてないんですが、私の理解としてはやっぱりその珍しいがゆえに記者というよりは若い女の子的な扱いを受けることがこれから多々あるであろうということを想定して、自分でそこはきちっと対処しなさいと、でそれの分かりやすい一つの行動パターンとしてあまりおしゃくに回るなというような、そういう言い方をしてくれたのかなっていうふうに私はその後理解しました。ですので皆さんいろいろその経験なさってて、皆さんそうなんですけど、やっぱりそれぞれ私たちいろんな意味でいろいろぶち当たったり誰かにサポートしてもらったりっていうことを経験する中で、その私たちが今度気づくことっていうのが後輩の子を見ててたくさんあると思うので、今度はその時にどういうふうなアプローチができるかっていうことをやっぱり大事にしていって、それは順送りでやっていかないといけないのかなっていうふうに思っています。ありがとうございます。第3コーナーが終わって第4コーナーと思いましたら、実は残る時間があと7、8分に経ってしまいました。ちょっと皆さんの話をそれぞれうっといというか、と聞いてるうちに気がつけばこんなことになってしまっていて申し訳ありませんが、ということで最後の第4コーナーはお一人1分半ずつ会場の皆さんへエールっていうかね、ぜひこれだけは伝えたいよっていうことをお話をいただきたいと思います。じゃあ西見さんから。今日は一つのテーマで女性っていうことがこうテーマになってきたと思うんですけど、ぜひ女性の問題は女性が解決できるというふうに男性には思ってほしくないと思います。往々にして女性の問題は女性のエキスパートに任せておいたらいいというふうにどうも思っていらっしゃる方が多いふうに見受けられるんですけど、むしろ女性のことを男性が理解する努力をしていかないと物事は変わっていかないのかなというふうに思います。これはお願いでもあります。ありがとうございます。弊社の企業理念、多様な社員が働く弊社の企業理念はバリアバリューと言います。意味は障害を価値へ変えるという意味なんですね。でこのバリアバリューという理念なんですけれども、女性に限らず障害者に限らず誰でも自分のマイナス、コンプレックス、そういったものに、焦点を当てるのではなく、自分のプラス、できること、そういったことを、障害をプラスに変える、マイナスではなくてプラスに変える、そういった意識を持つことで、より活躍できる場所も増える、そして自分の実力も発揮できると考えています。ですのでぜひこのバリアバリュー、自分のマイナス、障害を価値へ変えながら、働く、活躍できる、そういった考え方を広めていけたらなというふうに思っています。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、私はずっと普通に仕事をしたいって思い続けて来ました。で女性が普通に仕事をするためにやっぱり社会全体が変わらなきゃいけないし、特に働き方改革っていうのはすごく大事になってきます。でそういうこう大事なことを今この国は抱えてるんだっていう大事なテーマをこう解決しなきゃいけないところへ来てるんだっていうことをぜひ皆さんに理解をしていただきたいと思います。私は仕事することでやっぱりすごく強くなったし、で私だけじゃなくて障害がある人も仕事とか自分が社会に何かできるっていう状況になるとものすごく輝いてくるし、実はホームレスの人でも刑務所出てきた人でも自分の活躍できる場、仕事があると再犯率なんかものすごく減るんです。だからこうどんな人にもこうっていうんですかね、活躍する場、その人の力を生かせる場があるっていうのはきっとこうこの社会をものすごく強くするというふうに思います。ぜひみんなに活躍の場がある社会を一緒に作れたらと思います。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。それでは最後にですね、本当に多忙な日常を送っておられるにもかかわらず、このテーマのために神戸にご家族でね、今日はファミリーで飛んできてくださったセブちゃんの方から最後の言葉をお願いします。今日はありがとうございました。事務的なことから数点、まず今問題になっているセクハラにつきましては、連休を返上しまして、調査をしっかりして、実態を把握して、後やっぱり何今回足らざるは何だったか、もうだいぶ問題は抽出されてきたので、それは完全に解決できるような、これは法律を作り変えるのか新法を作るのか、まあ、いろんなやり方があると思うんですけれども、それを必ず近いうちに皆さんにはご報告して参りたいと思います。2つ目にはさっき申し上げた、国技館か永田町かっていうのを改善したいと思っていて、永田町に関しては、まあ、これは地方議会もそうなんですけれども、まあ、女性が本当に少ない、特に1000人以下の地方公共団体なんていうと、もう数パーセント、だから、国会議員よりも身近な地方議会の方が少ない、女性の議員が。それがやっぱり私たちの全ての不幸に、チャレンジとダイバーシティに、多様性につながってるじゃないかと思って、やはり少しでも女性の議員が割りやすい国にしたいということで、今国会に政治分野における男女共同参画の促進法というのを出しています。で、中間報告で衆議院のところまで成立しました。あとはまあいろいろもろもろのこうことが収まって、国会に野党が出てきてくれて正常化した ところでこの法律は今国会で通ると思います。そうなると全国に対して政治は男の仕事ではありません。そしてこの国は将来議会において女性語男性語均等の国家を目指しますという、まあ、そういう理念を皆さんにしつこいほどお伝えするという法律が出来上がることになります。やはり気づかないことあると思うんです。目の前のやっぱり候補者が常に男だと、ああ彼あれは男性の仕事かもっていう、それを少しでも変えていけるような風通しの良い国が作れればいいなということで、それが進んでいます。最後に、まあ、波姉から今紹介されたんですけれども、不便って結構いいことかなと思う時があります。あ、その前に、実は専業主婦と、働く主婦で実は育児とか家事の時間って変わらないんです。なんかあたかも専業主婦が家事や育児いっぱいやってて、そして働く主婦はそれ全然やってないみたいな対立軸を男の人たちが作っているんですが、実はそれは全然違っていてほぼ一緒なんです。ですからそういうところでその女性がねバーサスで対立することは非常にナンセンスなんで、これはまず申し上げておくとともに、私は本当に妻としても母ちゃんとしても中途半端だと思います。この仕事を一生懸命やればやるほどその家庭での自分のポジションが中途半端なんだけど、でもそれでもやっぱりいいんだと、完璧にできる人なんてこの世にはいないんだから、みんなここにいる人たちは全て何らかの障害を持って生きている人たちなんです。健常なんていう言葉はこれは嘘です。ありえないんです。だから堅調っていうなんかありえないものを軸にしてその差を作るじゃなくて、みんな基本的にはどこかしらに障害を抱えて、でもそれを不便に感じながらも自分なりに生きてるっていう、そういう当たり前感をもっともっと出していければいいなと思ってます。うちの息子はさっき障害の種類って言ったけど3つも障害があって、まあ、それ言うとどれもこれもだからいいとこが見つからないぐらいたくさん障害を持ってる。でもやっぱり可愛い、それが彼の取り柄なんだと思うし、彼は365日病児なんですよ。で常にどこに行くにも人工呼吸器を運ばなきゃいけないということで、私一人ではこういう主張は来れない。でもそういう不便だからこそ夫に対してレスペクトして、夫が嫌がるような仕事をしない、やっぱ夫に説明責任が果たせる仕事を選んで、それが独身の頃は8時間働けて今は4時間になったとしてもそこに集中すればいいんだと。あとはやっぱり不便不自由で忙しいと一番いいのはぼーっとする時間がないから、人の悪口とか噂話にね時間を割く暇がないんです。そのなんか身も心も健全になって意外と不潔に済むかなみたいな、まあ、そんな感じで負荷がかかっていても負荷がかかることで得られる自由もあるということをぜひ皆さんにお伝えしたく出かけてまいりました。ありがとうございました。
皆さん本当にありがとうございました。それではここで078企画の実行委員長でいらっしゃる藤井忠信さんから今日ご登壇くださった皆さん、お集まりくださった皆さんに一言謝辞をお願いいたします。はい、本日はこの078の2日目ですね、大変素晴らしいセッションになったと思います。お忙しい中、お集まりいただいた講師の先生方、野田先生をはじめですね、皆さん毎日厚く御礼申し上げます。どうもありがとうございます。でまたこのようなセッションにですね多数参加いただきました。どうもありがとうございます。実行委員会を代表しまして、御礼申し上げたいと思います。どうもありがとうございました。で私たちこの078というイベント、皆さん何のこっちゃと思われているかもしれないんですけれども、もしお時間あれば後でで結構ですが、これをまた見ていただきたいんですけど、お手元のパンフレットになると思います。この078というのはさまざまな音楽や映画、IT、お子さん、キッズですね、で食、ファッション、アニメ、今までそれぞれ別々で活動していた人が一堂に会してそれが交わることで新しい神戸ならでは神戸発の新しい価値を生み出す、そういう取り組みの場として我々実行委員会が企画して、開催させていただいているものです。このメインビジュアルとなっているこのなんかマーブルみたいになりますよね。これが違う色がそれぞれ重なり合って何かこう交わり合っているようなものを表現していると思うんですけれども、こういうことを今までバラバラであった人たちが、みんなで一緒になって今まで、交流してこなかった人が交流することで新しい何かを生み出そうという取り組みの一つとしてこの078というのは企画させていただいています。なのでまさに今回、多様性というキーワードでお話をいただいたというふうに私自身も理解しておりますけれども、まさにこの、078の運営自体も多様性を追求しておりますし、年齢や性別を超えてみんなで頑張って民間初のイベントとして企画させていただいているものです。これからも、今年が2回目ですけれども、私自身は30年続けるというふうに宣言をしております。それで、神戸から新しい価値を生むというふうに、神戸ならではの新たな価値を生み出そうというふうに我々決意して、実行委員会として、運営しているものです。これからもますます先生方からのご指導をいただきたいですし、皆さん方からのご支援もいただきたいと思いますので、温かく見守っていただければと思います。今日はどうもありがとうございました。今日のシンポジストの皆さん、本当にありがとうございました。シンポジストの皆さんに改めてお手元をお願いいたします。そして一つ最後のお願いですけれど、今日のこの会をご参加いただいて感想などをぜひメールだとか、それからメッセンジャーだとか、フェイスブックだとか、いろいろなことを媒体に今日ここへお集まりくださった方もいらっしゃると思いますので、ぜひダイレクトに私の方へ届けてください。そして講師の皆さんにもまたそれをきちんとお伝えするようにしたいと思っております。それでは皆さん、本日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。そしてその話を見事にね、記念してくださる人並みで、本当にどうもありがとうございました。いや本当に時には女子会のマルビトークみたいなところも含めて、なんか本当に胸の内をいろいろと語ってくださった、方々のお話っていうのは、やっぱり皆さんにいろんな気づきや、いろんな受け止め方を今後していただいて、また次にそれぞれの場所で生かしていただけるのではないかと思います。今日はお忙しい中お集まりいただきまして、本当にどうもありがとうございました。